どうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというと、山陽電鉄のですね、須磨浦公園駅に来ております。今回ね、はい、乗りたいもんに乗ろうというコーナーでございます。で、しおみん乗り物付きでございます。電車であろうが自転車であろうが、いろんな乗り物に乗りたい年頃でございましてですね、本日こちらですね、じゃん、須磨浦城遊園地のこいつですね、カーレーターってやつがあるんですけど、この子がですね、日本一乗り心地の悪い乗り物ということでですね、行ってみたいと思います。今須磨浦公園駅なので、ロープウェイに乗ってですね、カーレーターで、回転展望台くらいまで行きたいと思います。こちらの方の、遊園地にはちょっと行かない感じかなと思っております。それでは行ってまいります。では今行きます。はい、どうも、カーレーターの乗り場に来ました。こんな感じでございます。カーレーターはカーとエスカレーター合わせたロゴ。スマホの他に琵琶湖バレーにもあったんですね。はい、すごいね。人が乗ってなかったらあんな感じになるんかな。この辺がバッグガタガタガタ揺れますな。よいしょ。評判の乗り心地の悪さを天気の、乗り心地が悪いという。上はこんな感じでございます。
最後が揺れるみたいですね。結構楽しいですね。はい、はい、ということでですね、今回のビデオこの辺で終了したいと思います。はい、またね、いろいろね、違う乗り物にもね乗っていきたいと思っております。はい、ということでですね、このね、動画面白いと思ったらですね、高評価およびね、いろんなね、乗り物もね乗っていきたいと思いますんで、ぜひ、チャンネル登録してみてください。それではね、また違う動画でもお会いしましょう。シオミンでした。さようなら。